ABC の木原です。政策活動費の廃止を打ち出されるのがなぜ法案が通ってからなんだという批判は免れないと思いますし、自民党が合意を保護にしたというのは主に文通費の話ですよね。政策活動費に関してはむしろ維新が10年先というものを持ち出して少なくとも衆議院では手を貸したと思っている国民の方が多いと思いますけれども、そうした一連の経緯をきちんと総括されなかったんです。なのでそこについて、我々として、10年、先に領収書を公開する形で政策活動をやっていこうと、ちゃんと領収書を保存してね、今までみたいなやり方ではなくてというのを政治資金大綱で、決めました。でそれが維新の方針として進めて、そして、この合意に至ったわけですけれども、やはりそれは最初からなぜできなかったのかっていうのはもうそれはおっしゃる通りだと思います。でもそれは僕自身も了承はしました。10年先にやると機密性も守る必要もあるよねというさまざまな意見の中で、じゃあ10年先に公開することに了承しようということは僕自身もそれは最後了承はしました。でも今回のその後のやっぱ国会の議論も含めて、そして今回の自民党との合意、そしてその後の自民党の振る舞い含めて見たときに、やはりこの政策活動費というのは、10年先黒塗り領収書では僕はもう維新としてこれはやっぱり違うと思うし、少し遅くなったけれども、それでもやっぱり今のこのままの状態でいくよりは、この政策活動費はもう完全廃止して決別すべきだと、そう維新遅いんじゃないかと言われるかもしれないけれども、それでもやっぱりやるべきだということを提案をいたしました。維新が難しいのは、他の政党として やらなくても言うだけで OK やったらそれはもう1月もそうなってたかもしれません。実際はでも実際維新っていうのは自分たちでやるっていうことを前提にした、自分たちでやらないことはもう言うのやめようということが前提の中で現実的な判断も踏まえて、そういうその機密性の保持とそれから透明性ということのバランスを考えて10年先領収書公開と、まあ、あの時は10年先って決まってなかったと思いますけど、まあ、未来に領収書を公開して、保存はしておくと、で第三者のチェックを受けるということ の決定はしたわけですけれども、まあ、今国会とそして自民との、やり取り、そしてこの保護にされた経緯含めたときに、やっぱり政治とお金についてはもっともっと改革を進めていかなければならないと思いましたので、少し遅いかもしれないけれど、でもやっぱり完全廃止していこうと、この黒塗りで10年先の領収書のようなお金はもうなくそう、そうすべきだということを提案をいたしました。まあ、おそらくその法案との関係でいくと、確かに衆議院では賛成をしています。で参議院では反対をしています。でその法案そのものについて政策活動費だけを見れば、前の政策活動費よりは僕は前進はしていると思います。だって領収書をきちんと保管するとかそういうものではなかったわけですから、ただそれは10年先が本当にそれが正しいのかあるべきなのかという議論は当然それは多くの方のご意見あると思いますけれども、前みたいな全く領収書不要でつかみ金で何に使っているかわからないという状態のものからは進んだと思いますが、一歩進んだと思いますが、我々は自民党と喧嘩する戦うのであれば5歩前を進まなきゃいけないというふうに判断をしましたので、もうこれはもう廃止だと、その上での戦略を組んでいくべきだし、同じ船に乗ってはもうやるべきではないというのが提案したところでもありますし、まあ、概ねそれをできるだけ前向きに検討していこうという藤田幹事長も引き取ってやってますので、基本的に総括の内容はそういった中身になるのか、あの会議の場での総括はそういうことになるのかなとは思います。